中国は戦争を始めるのかっていう話フォーリンポリシー氏に2月10日にいよいよ出ましたまあ、はい、これ米中の方にもちょっとリンクする話なんですけど、うん、米中の,あの音声講座の方にも、はい、えー、なんと今回ですねハル・ブランズとマイケル・ベックレイという、はい、私が翻訳したあの「デンジャーゾーン」の著者が、はい、あのフォーリンポリシー氏に結構定期的に意見をやるんですけどまあ 今回、本が出てから、彼らのまあ英語の原著が出てから、もう1年半ぐらい経つわけですよね、うんはい、いよいよまたその最新版の意見を2人で連名で出してきました、うんはい、それがもう,もうタイトルズバリ、うん、中国は戦争を始めるのかというタイトルちょっと刺激していや、ね、いやー,いやーあの、彼らの中では、もうものすごい、うん、あのやるんじゃないかと。かうん、中国との戦争はどれだけ 迫ってきてきあの具体的なタイプですね、うん、あのそのもの意見そのものは2月4日に発表されたものなんですけど、うん、実際に読んでいくとですねこういう,う,う意味でまあこれ、まあ、デンジャーゾーンで書かれていることと。うんはい あまり内容的にはそれほど変わってないんですけど、うん、さ,さらに今の中国はかなり相当厄介な状況になってるんじゃないかと、うん、一歩進めて、デンジャーゾーンの意見を、なんていうんですかね、他のいろんな最新の知見を含めて、こう、やばいことになってるよということを解説をして、ます、はい、今回はこの4つの、前は5つの柱とかだったんですけど、はい、今回、4つの柱です、えー、中国がいよいよやばくなってる理由が4つあります。はい それは一つはですね中国の外交がウィンウィンではなくて領土っていうものを含めたゼロサムゲームになってるということじゃないですか、うん、まあこれは前からまあそうだったっていうところはあるんですけどやっぱ最近の中国あの非常に。 まあ、特に今、フィリピンで展開されていることなんですけど、はいうん、もう取るか取られるかのことをガツガツやってるし、はい、尖閣沖でも実は相当最近、圧力、じわじわかけていますよね、うん、まあ前からかけてたんですけど、はい、まあそういうところで、えー、とにかくゼロサムに持ち込もうとしてると、はいはい、どっちが取るか取られないかというところになってる、第2の理由としては。 2番目、軍事バランスがですね、うん、北京にとって北京が楽観的にあ俺たち勝てるなって思うぐらいに、うん、軍事バランスも北京にとって有利になってますよね、うん、と、まあ、これは前からその傾向としてもラインとしてあアメリカをこの船の数で追い抜くとかっていうのは分かってたことなんですけどあと、まあ、中国は近いですからね。 まあ、沿岸線がありますからね、アメリカからは相当遠いですし、うん、アメリカはヨーロッパも守らなきゃいけないですし、すあと、中東にも船を浮かべなきゃいけないい、はい、その3つの海、大西洋、太平洋、インド洋。そうですね。はい。その3つがありますからね。はい。それ考えると、中国は、まあ、えー、東シナ海と南シナ海。だけの部分で。だけに集中させればいいっていう点で言えば、はい いや楽観的になるでしょっていう話ですよ、ねうん。それなら俺たちの方が勝つよと。はい。いうふうに思う。はい、勘違いするかもしれないですね。っていう状況が今生まれつつあるという二番目、うん。はい。で三番目の理由としてですね、中国の長期的な戦略的経済的見通しが暗くなった。うん。この経図特にあの我々言わなきゃいけないのはやっぱりほら経済的な部分じゃないですか。はい、あの本番組でも二三週前にもお伝えしたように、はい、まあ今の中国、うん。まあまあこれあんまり日本の えー、経済系の方では言わないですけど、はい、まあ明らかにバブル崩壊じゃないですかです、ね、でこれ、なってきたときに習近平がどうするのか、うん、で4番目ですよ、はい、これは、まあ、ルートワックなんかもものすごく前からずっと言ってますけど、はい、習近平がこれ今、個人独裁にますます権力の力集めてるわけじゃないですか、うん、そうするとこれ本当にあの習近平一人の、まあ、腹積もりというか、うん、もう彼の、うん、例えば朝起きたときにね 習近平ちょっと今日はむ,むしゃくしゃするな、うん、戦争してやろうかみたいな、はい、ちょっとそういうところでも戦争起こっちゃうかもしれないぐらいに、うん、まあそうですねプーチンもね実際にその個人であんだけ権力が集中したがゆえにやったっていうのもあるわけじゃないですかそうするとですね この2人が 2>、うん、あの今回、さらにデンジャーゾーンの話を一歩進めて、うん、じゃあ、これからこういう危ない状況になってるよね、うん、じゃあ、われわれアメリカとその同盟国、どうすればいいのか、はい、ということを僕はこれはね、まあ、その通りなんだけど、あんまり紹介したくないなという、はい、あの話なんですよ。というのは、中国、今やばいじゃないですか、そうすると、われわれ必ずその軍事的に抑えなきゃいけないですよね。なのでよくし しっかりやなきゃそれは中国に対して軍事力でお前、手出ししてくんなよっていうやるんですけど、だから圧力をかける、でも同時に、あんまり逆に刺激してね、例えば、分かりやすい例で言うと、2022年のペロシ、ナンシーペロシが、その当時の下院議長が、アメリカの下院議長が台湾に行きましたよね、あの時にすごくほら、暴発したみんな、かれたじゃな の島をね、はい、あの一周丸ごと、はい、あの包囲してね、演習、はい、をした。て,て、で,で日本の E、e Z にも五発ミサイル打ち込んでもそうです。防発させてもいけないんですよ。挑発防発させてもいけない。うん、でも圧力かけなきゃいけない。で中国は習近平の心一つで今動くようになってる。これって状況的にやばくないじゃないですか。だから軍事的に抑える。 のと、はい、暴発させててもいいいけないっていうファインラインをやりましょうそうですファインラインでこのままギ,ギ,ギ,ギリギリです <laughs> <れ><れ>ギリギリですちょっとこれ厚く書いてますけど実際薄いっすよめちゃめちゃ薄いっすけども <laughs> あの綱渡り状態だっていうね何がファインラインだよと <laughs> <laughs> マインラインってこの細い線ですかね細い線の間にこうどちらに行くかも分からない、はい、転ぶかもしれないっていう微妙なバランスの中に我々生きてますよって話をしてて俺非常に納得なんですよ、うん、なのでえ戦略系容貢まあ一応紙一重という言葉になるのかな、うん、強気になりすぎてもいけないし<う>弱気を見せるとそれもダメだ、うんうん、あのまずいわけですよ、うん、これね 中国って本当厄介なんですよ、今、はい、はい、皆さんもご存知のように、ファインラインですよ、この紙一重の部分をどう渡っていくのかという話が極めて大事だよねというま、なので、こういうものすごい大きな厄介な隣国に対して、我々どう対抗していこうかという話を、まあ、彼らは一つの,この答えとして出したんですけど、これ、あの、 アメリカがねもし何かあったりとかするとこのファインラインもこっちに転ぶかもしれない、こっちに転ぶかもしれない、分かんないじゃないですか、うんで、そういう意味でのすごく神経線がこれから広げられるだろうという意味での、うん、まさにデンジャーゾーンだという、彼らの議論、はよく分かるんですよ。いつこうバランス崩して ロープかから落ちるもうなんかあのプロレスでよくあの上渡ってるじゃないですかトップロープに、はい、ああいう状況ですからね。はい、で、あのー、僕はこの辺の意見をやっぱり聞いてて思うんですが、うん、例えばこういうね、えー、アメリカの政権に近い人たちがこういう戦略論を出してくると、うん、必ずですね、うん まあ、よく地日派と言われる人たちとか、うん、中国と付き合いある人たちとか、うん、いや僕は現地の中国人を知ってるけどっていう人たちが、うん、こういうねハル・ブランズとかマイケル・ベックリンみたいな意見をバカにするパターンというか、うん、あ結局なんかこう軍需産業のためにお,お金出してもらってんだろうとかですね、うん、あのなんていうんですかこいつら単なるウォーモンガーだとか、うん、要するに戦争屋だとか、はい、挑発してるだけだっていう意見がすごく出てきて、はい、で僕もそれはもちろん一理はあるなと思うんですけど、うん はい、僕はその逆に中国のことを知ってる、中国人のことを知ってる、彼らと話したら、そんなことないよっていう人たちに、うん、一つあの、やっぱ僕は言いたいことがあるというか、はい、こういう人たちのやっぱブランズとかベックリの意見も大事だよって、うん、でそれは戦争の原因において、僕、この、金、え、印、ー、と円印という2つの話を、うん、知ってるからというか、はい、これ、絶対に皆さんに覚えておいていただきたいからなんですよ。うんはい えー、戦争の原因ってで、うん、まあ,様々あります、はいろ、まあ、んな物事の捉え方あるんですけど、うん、和田さん的にはほら、まあ、あの今回の、うん、ウクライナの戦争2022年の2月に始まりましたけど、うん、あの大体戦争ってみんなメディアでも言われるのが、うん、プーチンが完全に妄想、うん、変な歴史の的な妄想をこ,こじらせてやったっていうところでの、うん、プーチンが 僕もそれは間違いないと思うんですよ。うん、でもこれはあくまでも金輪だけであって、うん、全般的に見るとやっぱりこの NATO を広げたというかそのロシアがそれに構造的に社会の構造的というか国際社会的なこう状況の中で恐怖感を持ってた。うん っていうのもこれ一つあるんですよねかだから構造的な部分と直近的な部分の意見っていうところの,、うん、あの因果関係のつながりって大事なんですけど、うんえー、実際に中国の方を見てる人たち中国人と付きあえる人たちはその金色の部分だけ見ると、うん、ああこんなの絶対中国とアメリカとか戦争するはずはないよだって中国人そんな戦争しようなんて考えてないもんっていうわけですけど。うんうん 忘れちゃいけないのは、われわれそういう意見を聞いたときに、でも構造がねっていうところに、あまり意見がいかないし、うん、メディアの人たちもあまりこの意見を言わないっていうところは、僕、すごく問題だなと思ってす、もちろん、金印の部分、直近の因果関係、大事ですよ、それ以上に忘れちゃいけないのは構造だっていうのを言いたいんですよ、僕は。確かに。つまり、これ、アンダーライン構図ですってよく言うんですけど、うん、これあの、まあ、ちょっとね、学術用語ですけど、これ、基本的に構造の話です。うん イミデイト・コーズスっていうのは禁印の方なんですけどこれは実際に誰がこういうふうに決断してだからサダム・フセインが、えー、なんてかクウェートに侵攻するためにやっぱりやったとか、うん、まあ今回のプーチンなんかはまさにそうなんです、はい、これはまさに禁印の方で遠印、うん、ってまたやっぱり構造の部分があるでこれ、ねうん、あの本番組では。 もっとお、プッシュしていかなきゃいけないというか、我々忘れちゃいけない、まあ、ということです、ね。ひどいことね。はい、あのー。サードイメージだと。は,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 はいはい。いうことは。言ってきて,てはいるんですけど。なかな,かなかね。はい。あのー。何度も今、今戦争の原因の追求から、閃いたケネスウォルツの分析の三つのレベルという話があります。はい、まあ、永遠というものは、つまり構造なんですけど。はい、皆さんに何度も、すみません、これ学問的な話で申し訳ないんですけど。ぜひぜひ、これを覚えていただきたいんです。あの、ケネスウォルツさんというのは、千九百五十年代にですね。まあ、朝鮮戦争終わった後に、まあ、うん。 論文書いてたんですよでそのテーマが戦争の原因だっていうふうに先生に言われて「分かりましたかけます」ってわーって書いてったら「ちょっと待てよ戦争の原因めちゃめちゃあるしみんなバラバラなこと言ってんじゃん」うん、って言って「あこれはそうだ」と思ってひらめいたのがこの3つのレベルに分けるってことです、ね、素晴らしいですね。で彼は このい一番下のインディビジュアルレベル、つまりファーストイメージっていうところなんですけど、うん、これ、個人のやつ、さっきの,あの,、えー、あのプーチンとか、サダムセンがっていうのは、ただ、その上真ん中の,そのドメスティックっていうの国の構造がとか、えー、なんか FSB とか、組織だ、うん、の話だっていうのは、2>, はい、こう2番目。<laughs> でこの辺の話は大体みんなジャーナリストとか現地のことを知ってる人たちやるんですよ。うんはい、問題は我々が一番忘れてるのはこのサードイメージ、はい、一番上のシステムレベルの話なのです、ね、構造の話なんです構造の話がねなかなかあの理解されないのが僕はやっぱり問題かなと思ったんですよ。えー、で、えー、とまさに今回のような、えー、ベックレーとか。 あの、うん、ブランズが言ってんの、この円の部分ですね。はい、まあ金の部分ももちろんもいろいろ言ってるんですけど。うん、実際はもっと構造的には燃え上がりそうな状況になってるじゃんっていう話です。うんうん、まあ有名な話だとこれあの第一次世界大戦。うん 和田さんも、この辺ご存知かもしれませんけど、オーストリアの太広の息子さんですね、フェルディナンドさんの、その息子さん夫婦が2人が、セルビアの街を、セルビアというか、ああの辺りの街を、こう行って、1人、運転手がちょっとこう角を間違えて入っちゃって、止まっちゃったところに、セルビア人の独立派のアナーキストの彼が出てきて、鉄砲で、まさに拳銃で、暗殺、2人とも暗殺しちゃった。それが きっかけで第一次世界大戦というの何千万人も死ぬような大戦争が起こったんですけどこれ直接的な禁印のところだけで見るとこれ第一次世界大戦って起こらないはずだったんですよ、そんなもん。ところが実はあの時にもすでにいろんなところでエネルギーはマグマがたまってたま、までできっかけがたまたまセルビアでの大綱の,の,の,の暗殺だったわけじゃないですか,だから暗殺は単なるきっかけに過ぎないわけで禁印なんだけど。 永遠の方は忘れちゃいけないで今アジアの方を見るとまさにこのベックレとブランズが言ってるのは「永遠とんでもないこともなってませんか?」っていう <laughs> これですよだからきっかけを出しちゃいけないとそうなんですよ、まあ問題はでもねきっかけどこで始まるか分かんないんですよあのー、これが本当に厄介大東亜戦争について、はい、昭和天皇が解雇した時にあ<ー>あのー、言ってましたね戦争の 金因は石油だと。あ、そうそうそう。石油止めるって言うから言った。そうですね。それはそうだけど原因は人種差別だと。ありますね。まあそれはね、ちょっとなかなか言いづらい今の世界の国々に言ってやりたいよね。言ってやりたいっていうか、いや全然ありだと思います全然そういうつもりで日本人にやっぱ。 まあ仕切らせるわけにいかねえと、いう形になってた地域派遣っていうところね,ね、はい、そうですよね。人種差別です、ね。なので我々はどうしてもこの原因であるところの構造っていうのは見えにくいというか、あんまりメディアでは注目されないんですけど、うんはい、今確かに米中関係、うん、特に東アジアで見ると、構造だいぶ。 舞台は整ってますよねと多分ね、はい、ガソリンもだいぶ置かれてるし、はい、あとは誰がそこで間違えてマッちつ,つけるかどうかですよ静電気がパチッとなるかもしれないしこれがね分かんないですだ意外なところから発火するんだけどっていう,もう今押すな押すなよと。 お湯は沸いてて、上で、裸で四つんばいになってる、そんな状況です、っていう誰が押すかっていう、状況ですよ本当に滑っちゃうだけかもしれないしっていうところですよね、こういうところを理解するために、こういうベックレーとかブランズの意見っていうのは、我々ちょっとやっぱり見ていかなきゃいけないのかなと思いますアメリカの大戦略と、新フォースターニング、なぜ今、この米中10なのかと。 ということとでありますと、まあ、この「シーン・フォース・ターニング」「フォース・ターニング・イズ・ヒアー」っていう本が出たんですけどそれの解説をね,ねさせていただいたりする部分もあるんですが、はい、まあとにかく、あのー、20年ごとに、うんえー、80年、はい、まあ4回、あのーまあ、春夏秋冬があって今ちょうど冬だとでガラガラポンが起こりますよという厳しい時代で、はい、ということで、うん、ちょっとまあ準備しましょうということで、うん、まあ知識を入れて、えー、心と体を。 準備していきましょうということで、えー、役立てていただけたらと思っています、すアメリカの戦略書を解説させていただいてあります特に、えー、と米中に向かっていくアメリカの,その戦略図みたいなものが、はいまあ、明確に今見て取れるので、はいえー、それに関する本と論文を解説したと。はい、それから、まああのー、やっぱ構造変化が起きています、今もうインフレがあったりとか、あとまあ気候変動なのか。 えまあ食物がちょっと危機になったりとかいろいろありますんで、うん、まあそういったものも理解しながらですね、はいうん、やっぱ冬の時代って恐ろしいなということをちょっと、はい、頭を切り替えて、はい、いただきたいなとというところですかね、はい、あとまあアメリカの一極体制がどうしてもやっぱり相対的にアメリカ自体は強くはなってるんですけど他の国も伸びてるんで、ねはい、やっぱりその相対的にアメリカ一極で世界をまあ えー、支配してた流れがやっぱどうしても落ちてきて,て、うんはいて地域覇権を取ろうとする、まあ、挑戦する大国が出てきているというそれに対して我々はその大きな構造の変化にあるというのを知らないじゃないですかその辺をしっかり認知してもらおうというのが一つのねいですねあとまあ構造変化っていうのは明治迎えたね幕末から明治維新とか。はい 第二次大戦から戦後復興という形で我々の人生で言えば一回きりのガラガラポンの危機だけどチャンスでもあるあ<ー>人生80年ですから平均寿命で言えば80年じゃないですかはい、はい、80年に一回のガラガラポンというのが、まあ、今来ましたよという。 チャンスと、危機はチャンスじゃないですか <laughs> <ー>、はい、ということで役立てていただけたらと思っております、はい、今日あまさしの戦略ラボというのも始まりました、はい、そうですね。普段からニュースでこういうニュースがあってこれってこういうことだよねというふうなやり取りとかをちょっと、まあこの中でやっていってふ、はい、普段から戦略に触れていってほしいなということで、うん、え始めております、はい